たぶり。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回はある意味同じだけど各地で防衛戦をしつつ政党公約したところまで。各地で攻勢に出れるほど余裕はないからね。武力が高い奴らだけな成果向上兵器持ちが少ないからな。そういうとり格が勝者を持ちなんだけど、向上戦したことあるから、そこあたりの陣形のあるなしは不思議ではあるけど、今の予定ではこのまま益州を攻めて優勝軍を弱体化させようと思っているよ。連合もあと2ヶ月だしな。慶州で盛り上がり始めたらそれはそれでだろうから、優勝軍が削られてどこが伸びるかだな。滅亡もあるかもね。そこあたりを楽しみにしつつ益州へ攻め込むか。次は甲州だね。また準備のお時間。曹操軍が動いた。観光が出てきた。使えるかどうかだよ。吉報をお持ちしました。こいつもどうだ。なんとも言えないよ。確認してみてだな。あと、曹操軍は出陣してすぐに引き上げた。何のフェイントだろ。女性はダメだな。王老に使えたのを悔やむといいよ。その王老軍はまた攻めてきてるし、馬岩の迎撃の可能性もあるよ。馬岩は救えないか。あの状態になったらねえ。情報を流した部隊が消滅したら解消とかならいいんだけど、もしくは誰かが止めに行けたらな。ほんとそれだよ。ちなみに観光は使えなかった。見つけども使えないのは厳しいよね。交渉もダメなんだよな。知力と政治が引くのだけ見つかればいいのに。ほんとそれな。そして張飛親子は甲州攻めの準備中。南蛮武将が来てるけど、迎撃すれば甲州の兵が減るから。そして連合が解散。さあ争いだぜ。いまいち動きがないな。孫権軍は兵がいないし、曹操軍は北に兵を集めているから。配置転換中か。そういうことだね。甲州北部では迎撃中。南蛮武将2万に部隊と戦わないといけないとかきつい。ヘイスト張飛行くぜ。この二人ならなんとかしてくれるはずだよ。甲州の4万の兵が消えたと思えばかなりいいよな。甲州は問題なく攻略できるとして、曹操軍も盛大に動いてるな。孫権軍も来てるけど建設部隊だから問題なし。もう少し様子見で問題ないはずだよ。建設物破壊しつつ慶州情勢でも眺めるか。慶州情勢よりまずは張飛親子の戦いを見ないと。一部隊撃破。もう一部隊は変な動きをしつつ帰ってきた。今の動きは、曹操軍が、まずいね。強くはないけど数が厄介かも。余毛は戻すべきかな。最悪援軍もありえるかもだけど、そこまでじゃないでしょ。一応動ける準備だけはしておくか。まずは弱そうな縁からの部隊を。文官多め、工場兵器多めだから問題ないでしょ。UFO と馬球の二人が殲滅してくれるはず。続いて近場にいる戦えそうな人たちを集めたよ。歩を奪い返しつつ迎撃を進めていく。まず一つ、南でも曹操軍を捕捉。序南からめちゃくちゃ来てる。思いのほか知力と政治が高かった。これはかなり厳しい状況かな。曹操軍の総攻撃が連合解散後に来るとはな。とにかく公領から長州たちを呼んだから迎撃させるよ。徴兵がいなくなる。陣流から送らせてるから大丈夫。訓練してないけどな。人不足でね。理覚がいないところで曹操軍との総力戦だ。巨匠に2方向から迫ってきてるから順次迎撃していくよ。どんどん潰せ。捕まえた。初段祭りも開かれそう。装飾も。曹飛のライバルを消して助けをするなんてね。大丈夫、曹飛はもういない。そうだったね。深夜からも来てるし。常用からもだね。まさに総攻撃。孫権軍が動かないだけ助かってるかも。孫権軍も孫権軍で忙しいみたいだから、なんとか防げるか。戦死撃破。遠方面はなんとかなりそうだね。殲滅戦に移行してるかな。ただ上陽から来たのが厄介かも。奉仕が何個か見えるね。一度引くべきかな。無理してもいいことないからね。侵入撃破。誰を捕まえた。
総職か。ここで後継者争いから脱落だよ。今は総将かな。相変わらず燃えてるな。敵は豪華が大好きだから。時間稼ぎ、兵が減るとか色々と美味しいからな。援軍を出したいけど士気の低さが。今はとにかく訓練だ。何かあったら送ればいいと思ってたけど緊急事態の時に送ることになるなんて。そのせいでヤバいことになってるけど。少しというかかなり油断していたよ。人流でも急ぎ訓練を。みんなの奮闘に期待する。今は歩を取り返さないことには戦えない顔。炎方面は順調に撃破してるけど。そろそろ限界が来るはずだよ。こっちでも。物量で押されると少し厳しい。どんどん捕まえろ。処断した首は漏れなく早々に送りつけてやるよ。ここでお亡くなり。最近減ったと思っていたら。序南方面は一時撤退。かなり消耗してしまったよ。馬球がやられた。さらに捕まるし。捕獲率が高いのはお互いか。馬岩が補給に戻った。各駅はここでさようなら。父親譲りなのかそこそこ知力と政治が高いというのがね。ここで UFO が仕掛けていく。仕掛けた以上勝利以外ありえないんだけど。うん、いけるいける。水口さんボイスでお願いしたよ。立ち塞がる者は斬る。度胸だけは褒めてやろう。一撃はないか。何やられてんの。またかよ。この乱数はヤバいかも。いや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 。何してくれてんの。これはかなりまずいよ。それでなくても引きがヤバいのに。超高援軍で送り込んだけど握手だったかも。受信から賞金と金部が援軍に来た。歩を取り返しつつ、序南方面を牽制してもらうよ。余毛も早めに呼ばねば。建設物を壊させてる時じゃなかったよ。あの時すぐ戻してれば。流砲がやられた。また捕まるし。これで救援したとは思うけど。なんか泥仕合になりつつあるな。かなり下手くそな戦いをしているよ。各所でいい感じには勝ててる気はするけど。このような。上位が来てる。攻撃されたらまずいね。地味に巨匠に取り憑かれてるし。陳乱老犯に迎撃させたよ。傾いた。これでどうなったかな。序南方面は傾いたと思われー。あとは円と上陽方面、あとは南から来てる深夜の部隊だね。京子がやられた。兵が枯渇しかけているよ。さらに捕まったし。激戦すぎでしょ。バガンが頑張ってるかな。なんだと。円と上陽からの圧力がやばいな。あの数がそのまま来たらかなり厳しいよ。ご覧が戻ってー。うん、初段で。知力が6高すぎたな。までとは。中肉の撃破。さらに捕獲。曹操軍の軍師が本当にいなくなりそうだよ。バガンが奮戦してるけど長くは持たないだろうな。長州がやられた。そして捕まる。あそこで何が起きているんだろうね。深夜から来た二人を迎撃していく。賞金と鎮部にはそのまま巨匠の支援をするよう指示を出してあるよ。2万の援軍でなんとかなると思いたい。早急撃破。捕まえた。これ、捕まえた武将を処断し合ったらガタガタになっただろうね。間違いなくな。逃げる馬岩を曹操軍が追いかけてくる。早急撃破。そして、巨匠と曹操様が南から。これだけ兵を出してまだ出せるなんて。ここで曹操軍の全てを出し切るつもり。そんなバカなことはしないと思うけど。中肉も容赦なく。覚悟はできています。馬岩は無事帰還。もう少しなんとかしたいけど。うまくいくかわからないけど全力で炎上陽方面を迎撃。なんか嫌なのが見えた。投石官令が帰ったと思ったら公使官令で再出陣してたね。やる気満々すぎるだろう。歩を奪い返して少しでも有利に戦いたい。走破の撃破。捕まえた。残念だけど寝返らないのを捕虜にする気はないよ。この時曹操軍にかなり腹を立ててたからな。
ここまでの大規模攻勢を受けるとは思ってなかったから。考えが甘かったのは間違いない。そして、相変わらずの捕獲合戦。慶州で手薄になった城陽を優勝軍、孫権軍が攻めているね。落とされてしまえ。そうなったら曹操軍は得るものなくただただ失っただけになるね。そうなってほしいけど、なんか変な動き。まさかの孫権軍は受春に攻めてきてる。まあいいか、孫権軍ごとき瞬殺できると思うから。公衆攻略準備はもう少しで整う。巨匠攻防がメインになりつつあるけど。巨匠では余猛と周遭で曹操対峙。士気が低くてやばいけど。もう諦めて戦うしかないよ。待っていても士気は回復しないから。残念だけど15歳で散る命もある。ところで。もう曹操軍は全員初段で確定してるからね。誰一人として許さん。大将武将も容赦なく行くよ。今やらなきゃないのは勝者を取り付かせないこと。金武耐えてくれ。賞金も援軍で到着。敗走してきたとも言えるけど。バガンがやられた。また捕まるし。もう何人捕まった。数え切れぬほど。そして、曹操様撃破。これでなんとかなるかな。ならんかもしれない。厳しいけれど。キングがやられた。また捕まる。もう気にしていられないよ。でも、勝者オーレンは撃破。よし、なんとか繋いだかな。あとは、士気が低すぎてどうにもならん。受春に攻めてきたよ大破。この二人で迎撃する。どこにも使える武将がいなくてね。必死の防戦を続ける巨匠派。第二形態兵。まだなんとかなるはずだから。引き始めた。ここで。ふざけんな。なんとか足を止めろ。震えてないで出てこい。格の違いを教えてやろう。当然一撃はなし。終始殴り合いなんとか勝利。よし、このまま追撃をしてもらおう。全員逃がすな。出せるだけ出して追撃をする。戦果を上げてこい。馬食は撃破。大迫撃破。玉撃破。捕まえた。炎方面は逃げられてしまったね。悔しいな。でも、かなり捕まえた。これで誘引を下げるしかないかな。向かおう。巨匠防衛の裏ですでに公衆攻略戦が開始済み。ただ、主力の青鸞閣がまだ到着していないよ。急げよと言いたいけどその前に捕虜。気にせず初段だ。曹操軍に慈悲の心は不要だよ。青鸞閣が到着前に第二形態に。小規模だからね。ここまで来て小規模とかな。内政するだけの人員がいなかったんでしょ。これだけの領土維持は厳しかったか。公衆落としたら受春防衛戦かな。うん、城陽が落ちてるじゃない。何やってんだか。うちを全力で攻めすぎた結果だね。何事も加減が必要だ。公衆攻略戦は各到着前に最終形態に。これだけの武将が揃うと削るのも早いね。そして、青鸞閣が取り付き速攻で城兵を全滅させた。公衆攻略の方がサクッと終わったね。巨匠が激しすぎたからな。捕虜は全員初段かな。秘宝は使える。他は初段だね。あとは捕虜にして投用できるのを待つか。というわけで、激しい戦いの末なんとか巨匠を守り抜いたところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。